everyone, this is Rebecca from We Expats TV. This is Icha です。マリノです。So today we have two special guests with us and we are going to do a loanwords quiz in Japanese today. So we are going to have some 10 quiz for us to see if they are loanwords or are they actually like the Japanese made English today. And you guys can also learn a little bit regarding to the hiragana culture in Japan as well. So yeah, let's get it started. So what is like, what are loanwords in Japanese? So most of the loanwords in Japanese are the ones that is called 外来語, and then the ones that are borrowed from other language, which you probably thought they actually borrow most of the words from English, but to be very honest, it's actually mostly from Germany and Holland, Netherlands, and also Portugal, and a lot of words from England and also some other European countries as well. That was because of the World War II and also the Meiji Restoration. So there are more words from these European countries rather than English. And so there are also a term called Wase-eigo, which is not borrowed, it's kind of borrowed from English or like those foreign languages, but they have the Japanese people actually give them a new meaning, and then they put words together and to make a Japanese made English, which is Wase-eigo. So today we are going to distinguish between 外来語 and also Wase-eigo today with my two coworkers.はい、じゃあ、はい、早速クイズを始まりたいと思います。で、はい、その前にまあちょっとお二人に聞きたいんですけれども、はい、このクイズに対して自信があります。勝てると思います。でもどうあります。あります。おすごい。あります。じゃあ私もあります。あります。オッケー。まあ私は個人的にすっごいひらがな苦手なんで、ひらがな苦手。すごい苦手なんですよ。なのでちょっと自信がないんですが、始まりましょう。はい、第一問。第一問。3択で和製英語と外来語を混ぜて3つ言いますから、はい、その中で外来語を選んでください。はい、はい、外来語を選んで、okay、サラリーマン、タレント、アレルギー。その中の外来語ですよね。お一つしかないですか？はい、はい、外来語一つ。外来語一つ。はい、あ、すごい。はい、何か、アレルギー。イエーイ。ですよね、なんかタレントもなんか外来語にしたいと思ってたんですけど、でもタレントも和製英語ですか？タレントはテレビに出てる。ああ、確かに。芸能人の人、タレントさんって呼んだりしますね。はいはい、あとサラリーマンはみんな知ってる、うん、オフィスワーカーじゃなくて、はい、サラリーマンって。なるほど。アレルギーはドイツ語はそうですね。アレルギーってドイツ語ですか？らしいですよ。初耳です。知らなかった。なんか外来語はなんか英語からの外来語はあまりないんですよ、ね、うん、だいぶ昔は友達ではなかったので、日本とアメリカは寂しい。昔は友達ではなかったのでドイツさんの方が多いんですよね。なるほどね。はい、はい、第2問。ピーマン、コロッケ、ホットケーキ。外来語はどうでしょう？はい、小枝さん。コロッケ。コロッケ。コロッケ。フランス語。そう、フランス語。ちなみに、なんで分かったんですか？なんか、なんとなくフランス語っていうか、なんかラテン語っぽく聞こえますから、あ、なんか、うん、そういう感じがして、使って読めました。おー、なんとなく、ピンクロジック、すごい。ちなみにピーマンは、英語だと思うんですよ。エッグフレンピーマン、シャワー、ペッパーベル。ペッパーベル。I thought it was egg flan. I'm so sorry. ペッパーベル。ホットケーキは、パンケーキ。パンケーキ。はい。でした。でした。私もホットケーキ初めて見たときに、何みたいな感じだと思った。思いました、私も。出てきたときに、あ、パンケーキなんだみたいな。でも出てくるまで分からなかった。分からなかったです。なんか可愛いですよね。可愛い。ホットケーキ。確かに。はい、第3問。はい、はい、第3問お願いします。インテリ、ユニーク、ナイーブ。え、はい。はい、早いじゃん。インテリ。なんか記事書いたときに、その外来語の記事書いたんですけど、なんかインテリが入ってる、そこで覚えました。でも何語かは分かんないです。何語ですか？
ロシア語で、インテリゲンチャから来てるんです。元はインテリゲンチャっていう言葉で、はい、それがインテリに訳された。なるほど。自主的な意味ですか、知識の。知識階級を表す言葉です。知識人を表す言葉です。そうです、ね、インテリ、はい、あ、だから意味そのままですね。そのままです。言うんですもんね、インテリ、あの人インテリ系だねみたいな。確かに、頭がいい。あ、そういう。そうそうそう。 OK、 第4問。第4問、ポチキス、ブランコ、レンチ。はい、はい、ごめんなさい。ブランコ。お、さすがです。すごい、今日考えた。ポルトガル語なんです。ああ、ポルトガル語なんです。そうなんですけど、ちなみにマリナさんはお一つのポルトガル語の。あ、はい。ポルトガル語からめっちゃ多いんじゃないですか。めちゃめちゃ多いらしいですよ。みたいですよね。え、じゃあちなみにブランコの意味は。ブランコは、ああいう、なん、日本語で、まあ、日本語のブランコになりますけど、説明はあんまりできないですね。遊ぶ乗って、はい、こうやります。こいで遊ぶ道具ですね。スイング。あー、はい、イングリッシュ、スイング、ブランコ。ブランコ。おー、おー、同じ意味。さすが、さすが。発音はちょっと、まあ、違うけど、まあ、全然いいよ。じゃあ、ポルトガルのブランコ。本当のやつ。バンコ。ん？バンコ。おー、全然違うね。全然違う。バンコ。全然違うね。なるほど。で、残りの和製英語の2つは、ホチキスとレンジ。あ、そうですね。ホチキスとレンジは。ホチキスは、なんか、あ、そうですね。はい。GO! やりましょう。5つ目は、ハンバーグ、コーヒー、バイキング。はい。はい。コーヒーですかね。え？あー、よかった。でもなんかコーヒーとハンバーグちょっと若干迷ったんですけど、でもさすがにハンバーグはヘンバーガーじゃないですか、うん、あ、それちょっと違うなと思って消去法をしましたね。そうなんです。他のが違うから、はい、コーヒーとバイキング。バイキングとハンバーグ。そう、バイキング私も初めて、うん、確かに日本に来た時にずっとビュッフェ、なんかビュッフェとか言ったんですよ。誰も買ってくれなくて、何みたいな感じでなったんで、バイキング行こうって言われたら、どこ、え、バイキング場所、場所、ハイキング。全然違う。なるほど。コーヒーはちなみにオランダ語でした。そうなんですね。知らなかった。私も知らなかった。私も知らなかったんですよ。後半戦いきます。イエーイ、後半。じゃあ、第6問。第6問。キャッチフレーズ、カルテ、マンション。カルテ。おー、なんだっけカルテ。病歴。あ、そう、病歴とか書いたり、診察するとき。何語ですか。カルテはドイツ語。おー、ドイツ語。なんかドイツ語はその医学系が多いらしいですね。そうですね。あ、確かに。医学用語がすごい入ってます。じゃあ今、うん、2-2-2です。うん、あ、本当だ。2-3-1です。2-3-1。2-2-2です。川島さん。私のポイントです。2-2-2です。どうぞ。聞きます。はい、7ですね。はい。マンツーマン、ジャンル、ペアルック。はい、ジャンル。ジャンル。イエーイ。ちなみにジャンルは、ジャンル、何語？フランス語？ジャンル、フランス語です。お、うん、です。イエス。ペアルックとマンツーマンすごい、すっごい日本っぽいですね。うん、確かに。すっごい忘れ語ですね。マンツーマン。ワンツーマンですかね。そうですね。うん、うん、マンツーマン。で、ペアルック。ペアルック。なんか英語だとペアルックなの。ペアルック。マッチング。ライブマッチングみたいな。単純にその、うん、そのまま、そのまま。面白い。なるほど。イエイイエイ。第8問。8。パーカー、フィナーレ、ファイト。わかんないけど、パーカー。やばい、やばい、やばい。
え、パーカーとフィナーレとファイトです。あフィあ、まあまあ、ね、一緒にしよう。フィナーレですよ。フィナーレ、確かに確かに。ファイトも和製英語ですか？頑張れみたいな。あそうそうそう、ファイト、ファイト、意味違う、喧嘩じゃない。はい、じゃあ9問目。今日は、おう、もうすぐ、もうすぐです、もうすぐ。カンニング、ランドセル、ノースリーブ。はい、おお、はっ、最初は、じゃんけん、おい、じゃんけん、あ、また忘れました。でも忘れちゃうんだよ。ある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 。すいません。しとった。ノースリーブ、ランドセル、カニングです。おお、ランドセル。おお、それはオランダ語じゃないですか？おお、なんかインドネシア語と一緒だから。そう、インドネシア語もランソっていうの。ランソ、そのあのバックパック。そう、ランソ、ランソ、ランソ。それもオランダ語。オランダ語そのままですね。ああ、ランセルらしいです。へえ。はい、じゃあ最後の。最後の一問。おい。アルコール、ノンアルコール、アットホーム。はい。アルコール。イエーイ。ちょっとね、それはもちろんアルコールは大好きなんです。それも一つの理由です。そうだ、もう一つの理由です。ノンアルコールとアルコールと最後の和製英語のアットホーム。アットホームですよ。アットホームも私も日本に来る前にこの単語は一切聞いたことなくて、うん、みたいな。アットホーム感って何みたいな感じですごい、うん、困りました、ね、なんかアットホームはとかそのブランドのイメージしかないです。あ、もう賃貸の賃貸のブランド。あー、不動産。アットホームでも結構日本人使いがちかも。聞いたことありましたね。いやー、ありますよね。なんだろう、なんとなくその感覚で分かったんだよね、うん、なんかアットホームだねみたいな。あ、なるほどね、そういう気持ちだなみたいな、そういう感覚で。確かに確かに。ちなみに川島さんだったらどういう感じで使いますか？アットホーム、はい、アットホームな雰囲気な職場です。あー、なるほど。あとも、これもぜひ学んでください、はい、使いやすい単語なので、はい、じゃあ、もう終わりました。終わりました。お結果は、結果はレベッカさん、4ポイントです。イエーイ、Our MC。 すごい、すごい。いや、でも本当にでも分からないんですよね。なんか考えないといけない。ちなみに今はなんか、例えば英語を使うときにこの単語の英語はちょっと忘れちゃったけど、和製英語だけは覚えてる時はあります。ありますね。あー、ありますね。あります、確かに、はい、例えばどんな、例えば先のカンニング。あー、チーリング、チーリングカンニングになっちゃう。なるほど。あとファイトもよく言いますね。ファイティーンみたいな。あー、ファイトファイティーン言うね。え、なんか結果みたいな。なんかサラリーマンもよく使ってて、あー、なんだろう、忘れちゃった、なんなんていう英語でみたいな。サラリーマンって言わないよね。言っちゃうよね。じゃあ今日はちょっとあの外来語と和製英語の見分け方についてちょっとクイズの形式でお送りしました。あの今日の動画好きでしたらあのいいねと登録忘れないでくださいね。あとこういうクイズ形式 の、 あの動画好きでありましたら下にコメントしてください。まあ今日も私の同僚のお二人と一緒にお送り しましたので、ちょっと下にインスタのリンクも貼っておきますのでフォローしてください。フォローお願いします。はい、じゃあ次回お願いします。バイバイ。